皆さんこんにちは、のりんです。はい、本日はじゃじゃん、おー面白い。こちら海外からお取り寄せしました。なんとね、自販機ガチャガチャ風のスクイーズのおもちゃなんです。一つ一つカプセルに入っていて、まあ、ここでね回すことができるんですけども、中には可愛いスクイーズが入っているということで、もうねめちゃくちゃ気になって買っちゃいました。後ろの方を見るとじゃじゃん、こんな感じでいろいろなキャラクターがいるそうです。どれも可愛すぎない？猫ちゃんもいるし、お猿さんとかサメとかもいるんですね。もういろんな種類の子たちがいて、まあ、中に何が入っているかわからないということで、もう完全サプライズです。なんとこの中には12個入っているそうです。ちなみに全部で23体いますので、いやーかぶりとかないと嬉しいな。それではね、早速開封していきましょう。あ、ちなみにね、髪の毛のこれ福袋でこちらが当たったので、ちょっとね遊んじゃっています。可愛くない？超キラキラしてるの。はい、開け方ここかな。ここをこうやって、おー、はいはい、紙が入ってる。あ、早速一つ出てきましたね。はい、というわけで、おお、思ったよりねちっちゃい。かわいい、ガチャガチャだこれ。ちゃんとガチャガチャ、せーの、じゃん、かわいい。これは誰かな、なんだろう、なんかキツネさんっぽいけども、後ろに答えは書いてないかな。キツネさんかな、キツネさんだと思います。おー、中がちゃんとクッションになっていてスクイーズですね。周りが布タイプのスクイーズです。でね、この入れ物とかもね、本当に普通にガチャガチャ。いいねいいねいいね、あーかわいい。というわけで、じゃあ次いきます。これをこうするのかな。出てきた出てきた、おー今見えました。これ回したらちゃんとね出てきました。じゃじゃん、あ、こっちの方がちょっと大きい。せーの、じゃん、よりねちょっと大きいですね。ほら、大きさがまちまち。ちっちゃいのもあれば、もうねぎゅうぎゅうに入っているのもあります。あー、これこれこれが気持ちいいんですよ。いいね。でこれは誰かな、ぱっと見分かりづらいんですけど、多分シマウマだと思うんですけど、いやー可愛らしいですね。あ、これこれ、この感触がたまらんのです。はい、ではどんどん行きましょう。全部で12個ありますからね。ではちょっと見ていただきたいんですけど、これをこうやって回すと、あれあれ、こっち、あれあれ出てこない。ちょっとあの少々お待ちくださいませ。あ、出てきた。はい、あ、ちっちゃいのだ。どこから、はい、あ、キラキラしてる。じゃじゃん、ふにふに、面白い素材だ。テカテカしていて気持ちいい。カエルさんかな、カエルだと思います。というわけで、はい、じゃあもう一回いきます。これをこうします。すると、はい、出てきました。面白くない？開封し終わった後もこれ何かに使いたいですよね。結構しっかりしている自販機ガチャなんです。色変えたりとかしてオリジナルの自販機ガチャとかできるかもしれない。よくない？では続きまして、おー、もっこもこ、羊さんかな、かわいらしい。もっこもこだから気持ちいい。目もさ、キラキラでいいよね。いや、これはかわいいでしょ。はい、というわけで4つ目です。ではどんどんいきましょう。あ、たまに故障します。あ、たまにうまくいきませんね。ではじゃじゃん、お、あ、サメちゃんだ。サメ、さっきねサメ可愛いなと思ってました。こんな感じ。おー、ここのさ模様がさハート型になっています。細かいところまで素敵。このね若干低反発具合いいね。ふわふわ、これさ結構お高いですよね。似ているようなものをよく見るんですけども、結構一つ一つお高いので、これはねすごくいいセットかもしれない。はい、では続きまして、お、うまくいきました。じゃじゃん、3、2、1、じゃん。あー、かわいい。え、うん、うん、トカゲさん？なんかどこにもね、書いてはいないんですよね。トカゲさんだと思います。ぎゅ、あ、いいね、これこれ。続きまして、
おお、2つゲットしました。なんとラッキー。というわけで2つ続けてゲット。同時に開けちゃいましょう。じゃん。モグラかな。ほら、この鼻のところモグラっぽい。モグラだと思います。モグラと、じゃん、あ、ターキーだ。ターキー、ターキー。面白い。目がいいよね。この刺繍が入っているんですけど、細かいしすごいいい。もう一つ一つクオリティが高い。あー、気持ちいい。なんかね、こういった布の素材よりはこういったテカテカしている素材、こっちの方がね、伸びるっていうか柔らかいので好き。気持ちいい。あー、これはいいね。というわけでこちらの2つゲット。あと4つです。いきます。なんかブラウン管のさ、テレビ直してるみたいな。はい、出てきました。じゃん。あ、大きい。今までの玉よりね、ずっと大きいんです。ほら、でかっ。最後の方にはね、よりいいものが詰まっているのって嬉しいですね。あ、ちなみになんかさ、なんかね、いい香りする。今気づいた。え、どれ。あ、全部かな。いちごかな。ストロベリーみたいな香りがします。ではこちらの巨大なガチャガチャオープン。はい。おお、でかい。あー、ゾウさんだ。黒いゾウさんです。お耳がこんなに大きい。すごい、ゾウさんだから大きいのかな。あー、また違ったふわふわ感。これまたいい。全部違うんですよね。こっちの方がややね、高反発。ちなみに一番ちっちゃい子と比べるとこんな感じ。だいぶサイズが違います。最後の方、あ、出てきました。じゃじゃん。全部大きいのでね、突っかかりやすい。続きましてはピンク色でキラキラしています。何の動物かな。せーの、じゃん。ユニコーンだ。これ素晴らしい。あ、これよこれよ。程よい低反発具合。このね、伸びやすい素材。キラキラのボディ、いいな。あ、これ一番好きかも。もうね、編集しながら私はこうやってね、手で遊ぶのが好きなので、次のターゲットはこの子かな。でもまだ2つ残ってるのかな。いきます。最後から2つ目、こちら。いきます。せーの、オープン。はい、これは牛さんかな。もう変わった皮膚の色ですね。青と茶色。いきます。うんうんうん、程よい低反発具合。いい大きさ、柔らかさ。牛さんに、そしてあと一つ残っています。最後、早かったな。で、いきます。最後、なかなか来ない。なかなか出てきません。あ、もうこれでいけるはず。出てきました。最後の一つです。じゃじゃん。いや、もうこれね、捨てるのもったいないので、本当になんか改造して他の動画とかでね、使いたいところですね。では一旦横に置きまして、最後の一つです。 3,2,1、 じゃーん。おー、キラキラ。というわけで最後の一つ、めっちゃかわいい。アザラシですね。素晴らしい。いきます。これだよ、これ、これですよ、これ。あ、1位だわ。圧倒的1位、アザラシちゃん。素晴らしい感触、素晴らしいクオリティ、可愛らしい後ろのこのおひれ、このお顔とかもね、全部が可愛すぎる。あー、これだよ。この気持ちよさ、圧倒的ナンバー1。しかもでかい。いいと思います。というわけで、じゃじゃん。はい、今回当たった子たちです。一番ちっちゃいのがこんな感じの大きさで、一番大きいのがこちら。もう大きさもね、いろいろな大きさもあって、いろいろな可愛い動物、いろいろな感触、本当に感触も違うので、もうね、めちゃくちゃ面白かった。何よりこのさ、セットがいいよね。とても癒されました。はい、っていうわけで皆さんいかがでしょうか。もう個人的にはね、アザラシちゃん大優勝。あー、この気持ちよさいいね。ぜひ皆さんにも知っていただきたい。あとね、香りがいい。ぐしゃってやるとね、ふわっと香りがします。開封の仕方も面白いし、一つ一つ何が入っているかわからないドキドキ感、最高に楽しかったです。というわけで本日はこちらで以上です。今年もね、海外からいろいろな面白いものを購入して紹介していきたいと思うので、ぜひぜひ見てください。
本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。